僕の言葉が届かない人でもあなたが言えば届く人いっぱいいます。すべてをステージの人に、すべてをボブ・マーリーやジョン・レノンやオバマに、あるいは安倍さんに委ねて文句を言う時代は終わりました。同質です。一人の質量は変わりません。僕はみんなより強いから選挙に出たんじゃありません。今そこにいるあなたがここに立ってるんだってことです。精神力が人より強いとか喉が人より強いとかそんなことありません。全く同じ、そこにいるあなたが今日ここに立ってるだけなんです。心臓はずっとバクバクです。落ち着いてなんか喋れません。毎日自分の話したことを振り返っては後悔や緊張を繰り返します。でもそうやって成長してます。同じことを同じ温度で何人の人がやるのか。俺たちはもう俺たちの国を作ってるんですね。 I believe in miracle, I believe in you です。僕は世界中の政治家ともこのスタンスで話す自信があります。任せろっていう自信もあります。みんなでやれるからだと思ってるんです。一人だったら無理です。まだ声が出るわい。これは革命の話だ。いや、革命などというほど固いものではないかもしれない。日々のみんなの日常の中でこれ淡々と繰り返される小さな気づきの数々と実践の数々。アクリルたわしを使うだけで世界から洗剤はなくせますよ。それで洗剤が全く売れなくなったら花王やライオンを助けましょう。もっとオーガニックなことを、もっとナチュラルなものを作ってくれたら私たちはあなたたちを支持しますよって、知恵を授けましょう権力者たちに。政治家に光を当てるのは僕らです。闇を作るのも僕らです。政治も権力者もそのままでいてくれていいから、王なら王らしく民を思えとちゃんと伝えましょう。一方で民は一度は自分が王様の立場になってみましょう。一日だけでいいから。そうすると彼らの苦労もわかるかもしれない。選挙へ行こうと今回は叫んでるけど、次の選挙俺選挙に出ようって言うから。1万人の立候補プロジェクト、地方議会を僕らみたいな人たちがトライしてみていいと思いますよ。今日からそのつもりで皆さん勉強しましょうね。Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying on the doorstep of those armies of salvation, wishing time in the unemployment lines, sitting around.Waiting for promotion. みんな聞こえるかい？口々につぶやき出したんだ。みんな聞こえるかい？そう。口々につぶやき出したんだ。それはまるでざわめきのような。Don't you know? We're talking about a revolution. Sounds like a whisper. On sucks.今井の清志郎の横でサックス吹いてた人が今俺の横でサックス吹いてるよ。梅津勝武。ギターもうちょっと上げてもらえないかな。貧しい人たちは自分たちの価値観を主張し始めた。怠け者だからお金がないんじゃない、もっと他に執着したいことがいっぱいあったんだ。 Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know that I run, 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 run,
ればいいんですよ。 Run! 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 As you like! Finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution. Hey, yeah. そう、そしてついにテーブルがひっくり返る音が聞こえ始めたよ。Finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, hey yeah. Finally the tables are starting to turn. Talking about a revolution, hey yeah. Yeah, 俺たち無法者の輩だったんだけど、今や街に僕たちの声を響かせたいから、今日も時間を守ることにしてるんだ。20秒許された時間、明日へとつながる永遠の今。笑っても2013年の参議院選挙これで終わりだから、明日ね渋谷で会いましょう。ヤーマン応援してます、頑張ってください。全国比例組合計票よろしくお願いします。